頑張るよ。一番下低い音にするわ。一番低く、うん。あ。あ、さっきね、岸本さんがメガホンいっぱい投げてくれて、行くって言ったから、うん。ね、8日行きますから、つって、うん。なんか一曲終わるとさ、エコーが、いいね。秘密のプレゼンターさん9日でしょ、火曜日。あ、そっか、そっか、月曜日休みだもんね。の悲しみ重ねたら、私は本当にあなたのものになれるでしょうか。春めく街に立ちすくみ、唇小指でなぞってなす、あなたの面影が眩しくてうつむきがちな夕暮れです。胸に秘めたあなたの淡い思い出に心乱れます。嫌われても嫌われてもあなただけです。初めての日忘れられず胸を責めます。愛し方は忘れそうな16歳、春をまた一つ見送ります。痩せそう。その年よりも上に見られて愛されていたいから、今では同い年、男の子たち物足りません。この髪二度とあなたから触れられることはないですか。はしゃいで街を行く恋人たちの後ろ姿見とれてます。胸に残るあの日の夢を消せないで心乱れます。好きなんです、好きなんです、あなただけです。諦めさえて苦しいのです。愛し方は覚えたけれど愛され方は忘れそうな16歳、春をまた一つ見送ります。嫌われても嫌われてもあなただけです。初めての忘れられず胸を責めます。愛し方は覚えたけれど愛され方は忘れそうな16歳、春をまた一つ見送ります。13歳、やすこちゃん16歳だからね。
あ、そうそう、恵子さん、私ね、マジで桑田靖子ちゃんとリア、まあリア友じゃないけど、私のあのお友達が堀越で同級生なの。出た。ちょっと救急させて。あちこさん、阿佐ヶ谷姉妹の方ですか。出たよ、もうだから嫌なんだよ、メガネかけるとすぐ。あ、阿佐ヶ谷姉妹、阿佐ヶ谷姉妹じゃねえよ。阿佐ヶ谷姉妹、赤いメガネだろうが、すぐだから嫌なんだよ、メガネすると。今結膜炎だからコンタクトできないからさ、すぐ阿佐ヶ谷姉妹にふざけんなよ、ほんとによ、ふざけんなよ、ほんとに。ハチコさん、ごめんなさい。やめてよ、もうね、阿佐ヶ谷姉妹ですかとか言ってね、もうね、100人ぐらいさ、言われてもいい迷惑してるんだからね、もうほんと、結膜炎なんだからさ、いいよ、謝ってくれたから。ちょっと待って、ちょっとさ、タバコタイム、みんなタバコ一緒に吸いに行こう。いいよ、謝ってくれたから。もう本当にもう100回ぐらいさ言われてんだからさ、もういい入りしてよ、阿佐ヶ谷姉妹とか言ってさ。もうメガネこれ変えようかな、もう茶色いのなんかさ、茶色いの作ろうかな。もうさ、赤いのさつけても、まあ、だって阿佐ヶ谷姉妹って赤じゃん。だからさ、赤いのさ持ってるよ、持ってるけどさ、言われるからさピンク作ったのにさ、もう髪型だからな。もう私おかっぱじゃないから、これ前下がりボブだから、前下がりボブ。本当にもう一番もう、阿佐ヶ谷姉妹ですかって言われるのが一番嫌なんだけど、悪いけども。でもね、あなたね、謝ってくれたからね、許してあげるわ。うん。